大平城は宮城県黒川郡大平村塩楼にある日本の城石。別名、越地間。城石は大平城石公園として整備されている。大平村中央部の国道4号線及び前川沿いの東側の高台で船形山や大平村、大和町の市街地を見渡せる絶景スポットに立つ大平城は大平城石、大平城石公園。 大平城青少年交流館、大平村の民族資料館と4つ意味のうちのどれか、もしくは複数の意味で呼ばれる。遺跡としては、本来の大平城の城跡としての意味があり、大手口は南側に存在していた。廃城となった後に城址公園として整備された。また、天守閣を模して作った建物は、大平城青少年交流館で民族資料館としても利用されている。 公園及び周辺は、ソメイヨシノの桜の名所としても親しまれている。大平城青少年交流館は、地区子も会の研修、村内外各種団体の会議、企業の研修等に、宿泊でも日帰りでも利用できる。民族資料展示室では、大平村の歴史、昔の農具などを見ることができ、開館時間、9時16時30分で入場無料である。 宮城県遺跡地図情報トップ、宮城県公式 HP 派と、大平城石公園大平村公式 HP、下草城は、鶴立城とも呼ばれていた。簡易で、小の上時間。相当簡易は、正後医下。室町時代現地にある、大平村教育委員会の石碑による、大平城青少年交流館。ありがとうございます。